2頭の年度代表馬が激突した阪神大賞典。果たして成田ブライアンはよみがえるのだろうか。成田ブライアンにとりましては正念場、前のトップガンゲートインを割ってスタート体制が整いました。さあゲートが開いた。10頭おっと成田ブライアン好スタートを切って先頭に行こうというところ、今日はこの2番の成田ブライアンを中心に追ってまいりたいと思いますが、さあ成田ブライアンがちょっと下げた感じ、内からスティールキャスト、それからアワーパラゴンであります。そして2番が成田ブライアンでありまして、体重はプラス8キロ、七五三の豪脚がよみがえるかどうか。2番の成田ブライアン、おそらく大歓声が上がることでありましょう。体重はプラス8キロ、成田ブライアン現在3、4、5、6番手、成田ブライアン6番手であります。完全に平均ペースになった。さあ動いた、前のトップガン行った、前のトップガン、これと一緒に成田ブライアンも行った、成田ブライアンも行った。さあ前のトップガン、有馬記念を制した前のトップガンが先頭に立った。100年の年度代表馬、そして外から黒い帽子がスーッと上がってきた。スーッと成田ブライアンが前のトップガンの外へ行った。前のトップガンの外へ行った成田ブライアン。さあ問題は直線、成田ブライアン問題は直線、 400m であります。前のトップガンとそれから外から成田ブライアン、昨年の年度代表馬、一昨年の年度代表馬、大歓声が上がる阪神競馬場、大歓声が上がる阪神競馬場。さあブライアン、ブライアン、よみがえれ、よみがえれブライアン。ブライアン外、竹の左向き、竹の左向き、内から前のトップガン、ブライアン、ブライアン、ブライアン出た、ブライアン出た、1年ぶりの勝利か。内から前のトップガン差し返す。さあどちらどちらどちら、内か外か、内か外か、わずかに外か、わずかに外、成田ブライアンか。怪物はついに復活した。武豊はここまでの苦労をねぎらうようにこう語った。乗せてもらうことだけでもね、本当にすごく光栄な馬なんで、そういう名馬でね、なんとか勝ちたいっていう気持ちがあったんで、はい、もうこういうレースはね、本当に乗り応えあるっていうか、いいレースだったと思います。元の名馬ですからね、名馬の中の名馬なんで、やっぱ乗れたことは本当に誇りに思えることですからね。